青い部分ができたら夕焼けの部分を作っていくよ。だけ触らないようにしましょう。かわいい。春やし砂絵描きたいな。砂絵で何作ろうかな。砂やったらグラデーションもできるしな。あ、これみんな知ってるかな。旅行会社にあるパンフレット。景色とかやったら綺麗にグラデーション使ってできそうかなって思うから、ちょっとみんなにも体験してほしいな。パンフレット、例えばこれ海やな、ハワイの海。これモルディブっていう国の海とか空な。あとは星空も綺麗やし、オーロラとか。これ砂絵でできたら面白いよな。それではここから砂絵にしたい景色を選んでやってみよう。作り方はこちら。はい、それでは砂絵を作っていこう。使うものは針パネルと鉛筆とペン、カッターナイフ。あとはカラフルな砂いっぱい。それじゃあまずカッターの使い方を説明していくよ。まずはカッターの持ち方、鉛筆持ちで脇を締める。そしたら自分に対してまっすぐ引く。この時手首が曲がってたらまっすぐ切れないから注意。あとは横に引くのも綺麗に切れないからダメ。刃の先には手を置かないで刃の前に手を置いてね。あとは刃の向きも間違わないように。尖ってる方が下で切れる方だよ。これはデザインナイフ、こっちじゃなくてこっち向きが正解。それじゃあ下書きの線をどんどん切っていくよ。この時深く切るんじゃなくて上の紙だけ切るようにしてね。カッターを使う時は刃じゃなくて切る方を回して使ってね。全部切り終わったら早速砂をつけていくよ。まずは地面から。はじめは地面とか空とかの背景から色をつけていってね。石とか星みたいな小さい粒は砂の粒を使って表現してみよう。高いところから少しずつ落としてあげると綺麗に散りばめられるよ。星を作りたいときはまず明るい色を散りばめてあげよう。そしたら次はグラデーションの説明をするよ。まずは空から。作りたいグラデーションの砂を選んだら暗い色から少しずつつけてあげる。一気につけるんじゃなくて少しずつつけてあげると綺麗なグラデーションができるよ。青い部分ができたら夕焼けの部分を作っていくよ。この時も暗い色から明るい色をつけていこう。で終わったら砂がついてないところに指でしっかりとつけてあげよう。余分な砂をしっかり落としたらグラデーションの完成。あとは同じように地面も砂をつけていこう。違う色を作りたい時は画面の中で砂を少しずつ混ぜてあげるといいよ。これでいよいよ完成。最後にラクダの部分に砂をつけていくよ。明るいところと暗いところをはっきりさせてあげた方がかっこいい絵になるかも。これで完成。タイトルは旅人かな。みんなも旅に出かけた気分で考えてみて。低学年の子は危ないのでカッターじゃなくてハサミを使っていきます。まずシールの紙を全部剥がしてしまいます。剥がしたらゴミがつかないように綺麗に置いておきましょう。それでは下書きの線をハサミで切っていきます。この時はみ出したりせずに綺麗に切るようにしましょう。下書きが細かすぎるとハサミで切るのが大変なので下書きは簡単な線だけにしましょう。
下書きが全部切れたらもう一度元に戻るように貼り直していきます。糊のところを手で触りすぎると砂がつかなくなるので、できるだけ触らないようにしましょう。きれいに貼れたら順番に剥がして、同じように砂をつけていきます。グラデーションは少しずつ丁寧につけていくのがポイント。はい、これで完成。タイトルは2つの影とかどうかな。やり方わかったかな。カッターを使うときは気をつけて、2年生以下はハサミを使うよ。それではまずはパンフレットから自分が作りたいところを探そう。スタート。